総帥の予想に乗っかって馬券を購入したいと思います。中京の明日1レースがいいね。俺はまず1レースでその日のテンションを決めるから1レースは買うとしてだよ。今日俺がこの動画で言った馬券をうちの運営が今から買うみたい。もったいねえな。ではまず金庫賞から購入したいと思います。どうせ来るのな、来るんだからさ。はい、金庫賞。金庫賞はじゃあデアリングタクトを除いたワイドですね。ワイド4番からでしょ。4番軸478と78、うん、いくら。まあちょっとお金ないんで2000ずつぐらいでいいですかね。いいんじゃない。でもそれじゃ盛り上がんないですかね。5000ずつだ。5000ずつ入れて外れたらショックでかいですよ。でもまあ上野真剣の実力を見せるために購入しましょう。そういう時当たるからね。4番軸相手78、実際に購入します。買っちゃいました。ワイド4から78、5000ずつ。そして阪神フィリーズレビュー6枠12番の法則、12番軸オパールムーンとそのヒューマラストリージョ。ラストリージョ単勝103倍ですよ今。でもオッズ関係ないじゃん。オッズ関係ないですかね。関係ない。来るものは来る、来るものは来ないものは来ない。そりゃそうっすね。で、アンブレラデート12倍で、ヨカヨカ 5.7 倍の生まれん。これはだから1000円でいいですか。ワイドで。じゃあ1000円でいいですか。これはで、ワイド、ワイド同じ目、うん、12番軸の、うん、生まれん外したってワイドで拾えるよ。そうっすね。2、3着の場合ヨカヨカ 1、2番人気とそのヒューマ、これも、これは2000ずついきます。まあ、1000ずつ、1000ずついいですよね。6枠12番の法則が炸裂するでしょうか。来るね、来るな。買いました。買っちゃいましたよ。うん、まあ俺は俺でまた別個に買うけどね。え、違う買い目をですか。いやいやいや、同じ買い目。同じ買い目を。だって来るものは同じなんだから。じゃあこれがもし当たったら、うん、視聴者に何か紙の真剣 T シャツでも作りましょうか、うん、そうだね。ただそんなに貼ってない。ちょっと俺は貼ると思うよ。あ、満額を。うん、こういう時じゃないとね。まあちょっと様子を見ながらだね。だって俺は1レースからやるんだから。そうですね。はい、じゃあ結果をお楽しみに。まあ来るもな、来るし、来なきゃしょうがねえし、来たらしょうがねえし。